速報ワールドカップアジア2次予選で北朝鮮戦消滅も驚愕な可能性きたー。森保ジャパンの2026年北中米ダブル杯アジア2次予選、北朝鮮戦が消滅する可能性が出てきた。北朝鮮はアジアパラリンピックを国旗の掲揚禁止に反発し、ボイコットを決めた。これに伴い FIFA やアジアサッカー連盟も国旗の掲揚禁止にしそうなので、北朝鮮がこれに反発すれば、ダブルハイアジア2次予選をボイコットの可能性も。北のやらかしは韓国に責任があるよな。シリア戦はサウジに会場変更なったけど、北は消滅なってくれた方がいいよな。何を仕込んでくるかわからんし。国旗云々より相手チームへの暴行や強奪を問題視しろよ。怪我のリスクが減るのは良きこと。南北とも全くもってめんどくさい。さすがに A 代表を壊されるわけにはいかないからな。試合しないで済むならそれで。5例とかそれ以上の大差で日本にボコられる可能性大なんだしな。頼むから北は棄権してくれ。無敵の人だから何するかわからんし。大事な代表選手を壊されたらたまらんよ。そもそも国際試合になんで北朝鮮が出てくるの。とりあえず5試合にしてもアウェーは不戦敗でいいよ。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。